どうも、グラネット奏者の青です。今日は観光坊ゆかりさんの工房に遊びに来てるんですけれども、今日ゆかりさんのところで面白いものをお借りすることができました。まあすぐお借りするって言ってもこの場で吹くだけですけれども、それこちらですね、こちらでございます。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけれども、税関、クラリネットの税関ですね、税関の中華製税関ですね、中国製の税関で、メーカーがよくわかんないですけど、モアスカイですねモアスカイという税関のご紹介です。どこの何のメーカーかよくわからないんですけれども、まあ普通に米関のマウスピースが使えるっていうのと、まあ今回なんとゆかりさんがね作ったバレルもあるので、まあ、普通の純正バレルとゆかりさんのバレルもちょっと比べて吹いてみたいと思いますけど、税関っていうのはあまり吹く機会がないので、皆さんもあまり知らないかと思いますけれども、この税関ちょっと吹いてみたいと思います。当たんないな上は当たんなかったです、ごめんなさい。リードが悪いんでしょうね。ギリギリ当たりますね。まあ、バランスはいい感じ。下から半音階でやってみましょう。お、指が慣れない。指の感覚というのは普段と違うので、米管でもアーカンでもない、そしてエスクラでもない指の絶妙な感覚というのは、なかなか指が慣れるまでに時間かかりそうなものですけれども、まあ音はいい感じですよね。そうなんですよ、ゆかりさん今ここにいるので、この画面外にいるんですけど、どうもゆかりさんです。3って言ってエスクラと米管のやっぱり、まあ、中間の音が、ちょっと鋭い音色の米管みたいな、そうそうそう、まあ、もともと税関というのはそういう趣旨で使われなくなったんですよね。まあ、オーケストラではよく見かけるけど、そう、最近ですよ、でもオーケストラでちゃんと税関使われるようになったんですけど、そう、このちょっと前って言っても10年、15年前は、米管でインチェーの曲を吹くっていう、税関の楽を吹くことの方が主流だったんですけど、最近は、ようやく税関をちゃんと吹く、オケで使うっていう風になってきた、また、復権というか、復帰というか、まあ、クランポンがね、結構いい税関を作り始めたというところもあって。ということで、これ、価格はそんな高くないんですけど、まあ、プレイテックでも出ても、プレイテックだと2万7千ぐらい。何千ぐらいだったかな。まあ、これはちょっと特殊なルートで、特殊な方法で仕入れてるので、皆さんが買えるものではないんですけれども、買えるか。まあ、まず直接撮ってるんで、なんかその何が来るかわからないけど、たまたま今回はいい個体が来たんだけど、もしかしたらちょっとね、手に負えない個体が来るかもしれないし、まあうんっていう感じですね。まあこれはいい個体です。ちょっと ラとシフラットあたりがちょっと怪しいですけどね。ほとんど石鹸の時点でちょっとやりづらいのかなって感じはします。うん、ちょっと音程取りにくいのとちょっと吹きづらいかなと思いますが、まあそれ以外はこの税関面白いので、うん、まあまあまあプレティックでも2万何千ぐらい、まあまあ3万以下で買える楽器としては優秀なのかなって思います。じゃあこれをゆかりさんバレルにして吹いたらどうなるのか。ちょっとやってみましょう。少しは優秀になるのかな。まあ今でも優秀ですけど、ちょっと音がね、やっぱプラカンっぽさがちょっとあるかなって感じもするので。あ、ちなみにこれ材質はプラスチックです。プラスチックというか ABS 樹脂だっけ。エボナイトです。エボナイト、だから ABS よりちょっと重い。ああ、エボナイトなのこれ。そうっぽいです。はあ、全然変わりますねこれ。あ、これはゆかりさんバレルとセットにしたら非常に使える楽器になると思います。
モーツァルトのね、ピアノの曲もこれで吹けちゃうということで、そのまま吹けちゃうので、非常にいいんですけれどもね。ああ、こんだけ変わる。で、追加はね、皆さんご存知ない方多いと思いますけど、ベルに穴が開いてるんです。これ音程補正の穴ですよね。そうですね、最低音とかの補正穴ですね。そうそう。まあ、米管とかアーカーにはついてないような補正穴が追加にはついておりますけど、そこら辺もしっかりと再現されております。で、まあこれ、ちょっと面白いので、まあうちの会社としても仕入れてみようかなとかって今ちょっとゆかりさんと相談しながら、まあゆかりさん、樽をセットにするとかしないとかって話も今出てるんですけれども、今は購入できるわけではないので、まあ単に楽器のご紹介ということでさせていただきましたが、まあ将来もしかしたらうちの会社から販売するかもしれませんし、しないかもしれませんけれども、まあ面白い商材だなと思いながら面白い楽器だなと思って、オケでね、とりあえず青函吹いてみたいとか、ピアノの曲をちょっと楽譜を読み替えずに吹いてみたいとか、遊びでみたいっていうにはいい楽器かも。知れませんということで、でも普通にポップスのピアノ曲集とか買って、うんうん、まあピアノ曲集弾き語りの曲集買って、うんうん、歌のパートをそのまま吹くとかはできるから、そうそうそう、便利っちゃ便利ですね。便利ですね。だからやっぱりなんか動画で使うとかでも便利だし、うん、まあ、最近配信者も増えてきたんで、そう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 、そういう使い方もいいし、もしね、あのピアノの人一緒になんかポップスやりたいとかね、で米管楽譜ないとか、ピアノの楽譜そのまま読んでやりたいとか、ジャズでもあのコード進行がもう陰性しかないからめんどくさいなって時にも、あ、フルート覚えね、フルート覚えとやるとかね。そうそう、これちょっとジャズっぽく吹いたらどうなるかもちょっと吹いてみますね。全然いけますね。全然、むしろジャズいいかもしれない。ポップスとかジャズはすごくいいかもしれないんで、もしよかったら、あの、ご購入はできないですけど、プレテックも出てるので、まあ、プレテックで試してみたり、ゆかりさんのバレル欲しかったら、まあ、ゆかりさんのバレル、あの、観光部ゆかりさん下に URL 貼っとくので、Twitter の URL 貼っとくので、そちらから問い合わせていただいてもいいですし、まあ、面白い、あの、楽器だなと思って紹介させていただきました。ということで今日は、なんだっけ、モアスカイの、税関の、ご紹介をさせていただきました。楽しんでいただけたらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネル、公式 LINE、 いろいろありますね。気軽に登録フォローいただけたら幸いです。あと、まあ、この楽器もし購入したいとか、まあ、将来的に買ってみたい、まあ、価格としては多分2万5000円ぐらいから3万円ぐらいの中の、まあ、幅になると思いますけど、そういう要望とか、あとこの楽器についていろいろ知りたいという要望があれば、気軽にまたコメント欄にコメントいただけたら対応させていただきますので、ぜひぜひ、はい、質問とかでもいいので、全然この楽器に関する質問とかでもいいのでコメントいただけたら幸いです。ということで今日はこんな感じで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。